呼ぶ気では人間のことを「ジム虫」と表現しています。少し気持ち悪いですが、ウジム虫の例え話です。ウジム虫たちの世界に行って、人間はね、金属製の奇妙なものを持ってて、そこからとても楽しい音楽が聞こえてきたり、面白いことがいろいろできるんだよ。ウジム虫にとって、簡単に想像できる話でしょうか。到底想像できません。なのでイエス様も天国に関する質問に、私が地上のことを話しても信じないとすれば、 天上のここととを話ししたろろで、どうう。て信じるだろう私たちが新しい契約によって完全に救われ栄光なる天の天使の姿に変わって初めてその約束がどれほど尊く価値あるものだったのかを発見できるということです聖書66巻に書かれた祝福に満ちた場面は私たちの想像力を超越しています決して言葉では言い表せません